久保さん。すごいですね <laughs>。いや、もう完敗ですね。久保哲郎に完敗ですね <laughs>。いやー、奥を稼がせるより、めちゃくちゃすごいことだと思いますね。うん。ま、この前ね、まあ、熟成さんで奥稼いだっていう人出てきましたけど、そんな日じゃないですね。うん。正直、申し訳ないけど僕は、あの、難しいですね。 うんまあ、僕自身の経験からヒントは出せるけれども、うん、難しいですね。まあ、だから、それは久保さんのやっぱね、うん、力量が上回ってるなと。僕は生活保護の人を稼がせる。まあ、僕はもうコンテンツビジネス一色なので、まあ、それやりましょうとかね。まあ、それを応用聞かせてね、まあ、最後の人の、とか、最後の人の、なんだ。 話とかだったらまあそれ、まあ要は気づいてないわけですよね。いや、今まで何もなかったっていうことが実は価値があるんだよと。ね。そこで、まあ、話せることあるよっていうのは言えるかもしれないですけど、なんだ、あの、黒帯とかね、<laughs> 掃除とかね。まあそれはちょっとレパートリーないので使いパクらせていただきます。もし、もしそういうお客さん来たらね。まあ久保さんの場合は今はね、生活保護、自給車とかで、 まあ、たあのー、そういう人たちが集ま,集まってるから、そういうご質問あると思うんですけども、今のところ僕はあんまないですね。まあ、そ,そういう動画撮ってないので、まあ、そういうお客さん来てないってことですね。まあ、結構、何万回とかね、何千回回してる生活保護関係のね、動画いっぱいあるんでね、まあ、そういう方が来てるんじゃないかなと思うんですけど。うん、いや、すごいですね、これは。うん。まあ、もう、乾杯です。 でまあ、僕がね、一言でまとめるならば、結局、うん、変えられない人は誰からも学ばないってことですね。うん、成功している人の話も聞かない。あのー、成功してない人の話も聞かない。まあ、結局、何も学、まあななそう聞く聞いてるかもしれないですよ。まあその友達の話とかはもちろん聞くけど、そこから学びを得ようとはしてないですよね、多分。うん なよく反面教師みたいな言葉もありますけれども反面教師のもっと深く考察すると、まあ、そういうあのダメな事例からも反面教師として教師として先生としてあの悪い事例だったかもしれないけど学びがあるっていう言葉ですよねあれは反面教師っていううんだからまあうまくいってる人は学びの量が多いんじゃないかなと思いますね逆にうまくいかない人は学びの量が少ないと だからそのなんだろうなこの前かな「あの世界に一つだけの花」みたいなねなんかあのどっかで何か言ったんですけどその牧原さんがあのもう何百万枚売った「世界に一つだけの花」っていう SMAP さんも歌いましたけど、まあ、そ,そこに楽曲提供みたいなねしたと思うんですけどで自分自身も歌っててまあめちゃくちゃ売ったと思いますあれでもあれってあれなんですよね軒先に並ぶ 小さいいい花を見ててたっていうね。歌詞にね小さい花を見ていたみたいなねどれもみんなきれいな花だなみたいなでもその花からあなたは何を学べますか花から何を学べますかアスファルト過酷な環境過酷な環境ですよ で、そんなアスファルトに咲いてる花からあなたは何を学べますか岡本マヨ、トゥモローですね。まあだからアスファルトに咲く花のようにしましょうか。あなたは何を学べますかこの自然界で、ね、自然界から何を学べますか砂漠で生きてる生物。水がないんですよ。水がなくても、自分の 生き抜くためにね、変化してって、ちょっとの少量の水でもね、生き延びるための、えー、なんだ、打開策を見出して、変化させて、そして、本当にちょっとの水でも生きていけるようになってるわけですよね。水がないと生きていけない。ではなく、水がなくても、どうすればいいのかと。で、そういった生物を見てね、何を学べるのか。何を感じれるのか。 だからそこの量じゃないですかね。まあ全てに学びはあるので。うん。だからもう全てが学びですね。うん。だけど多くの人はそうはなってないので。学ぼうとしない。全部否定から入る。俺には無理だよと。どうせあなただけでしょうとか。一部の人でしょうとか。うん。いや、えー、いいんですけど。<laughs> じゃあすいませんけど、じゃあ見るなよと。 じゃあ見るなよと。一部の人しかね、できないと指をさすならば、一切一部の人を見るなと。<laughs> ね。そうじゃないですか。否定から入るんだったらじゃあ見なければいいじゃないですかっていう。なんで見といて、なんか否定するのかなっていう。それを見たのも自分の自己責任でしょ。<laughs> ね。どうなんですかね。面白いですよね、そこはね。ああ,あ言えばこういうっていうね。 いや、それはお前がクリックさせるようなタイトル、うん、カスタムサムネイルを作ったからじゃないか。うん、そうです。はい、その通りです。だけど、クリックしたのは誰ですか僕じゃありません。あなたです。と。<laughs> あなたがクリックしたんでしょあなたがグッドボタン。あなたがバッドボタンを押したんでしょあなたがコメントしたんでしょあなたの意思を僕は操れないですよ、と。<laughs> あなたの人生ではない、と。うーん。なんでね、あのー、 人間って面白いですよね。まあ言えばこういうっていうまあ一,一生続くんでしょうねこれはうんああ言えばこういうという戦争ですねもはやうんでもその戦争はもうやめにした方がいいと思いますよまあ日本もねあの戦争しなくなりましたから <laughs> 一応法律で国の憲法で戦争しないみたいなねまああると思いますけどうん 戦争して何が残りますかその戦争して。その戦争で何を得たいんですか何を得たいんですかうん。はい。ということで、タイトル何にしようかな。まあ、考えておきます。いってらっしゃい。